1975年アムステルダムにてウィム・シモンズとネリー・クルースは自由民主国民党に所属するオランダの政治家である欧州委員会で競争担当委員とデジタルアジェンダ担当委員を務めた2016年にバハマ文書で法人理事として名前を公開された1941年7月19日にオランダのロッテルダムに生まれた父は 運送会社を所有していた。ロッテルダムのプロテスタント系中学校に通い、そのままプロテスタント系の高校に進学した。1958年にエラスムスロッテルダム大学に入学して、経済学を治め、大学自治会の委員にも選出された。1965年に経済学の修士号を取得した後、経済学部の研究員になった。 この時期に自由民主国民党の婦人部に加入した。また、父親が所有する運送会社の取締役にもなった。1970年に、ロッテルダム市議会議員に初当選した。さらに翌年には、第二委議員にも選ばれ、大学研究員の職は辞めるのを余儀なくされた。国会では1977年まで、教育担当のスポークスマンを務め、第一次、 ファンアフト内閣が発足すると交通、公共事業、水管理政務官に抜擢され、交通や郵便、電話サービスを担当した。1981年には、野党の VVD から出馬し、安々と当選した。1982年に、当時の第1次、第2次、ルベルス内閣で再び現在の交通、公共事業、水管理大臣の役職につき、 1989年まで、勤めた。大臣として、彼女は、郵政、電話サービスの民営化やベテウベルート建設の、責任を負った。1988年には、国防大臣への就任を打診されたが、誇示した。大臣辞任後は、ロッテルダムの商工会議所のメンバーになり、さらにバラストネーダムグループ、オブプ・ PGGM キャピタルホールディングズ。 北欧投資銀行オランダマクドナルド、ネドロイド、オランダ鉄道などの企業の役員に就任した。1991年には、私立内縁ロードをビジネススクールの学長に就任し、また、VVD 科学局の諮問機関、プロフェッサー、ミスター・ BM ・テルダース・スタイティングのメンバーにもなった。他にも、文化、社会組織を中心として幅広い分野の役職に就任した。 2004年、クルースは、欧州委員会の競争担当委員に選出された。しかし、ビジネス界とかなりの関わりがあることに加えて、怪しげな武器取引に関与しているという疑惑が持ち上がっていたことから、彼女の選出に対する批判も根強かった。これに対して彼女は、業界の競争に関する問題に対処することで、クリーンさをアピールした。 クルースは1996年に内縁ロード大学の学長としてマイクロソフト創業者のビル・ゲイツに名誉博士号を授与していた。しかし彼女が2004年に競争担当委員に就任した最初の課題の一つとしてマイクロソフトの欧州連合における競争法違反事件があった。この事件はマイクロソフト側が 商業相互運用性を支援する文書を公表することと4億9700万ユーロの制裁金を支払うことで収束した。2005年と2006年のビルダーバーグ会議にクルースは出席した。フォーブス氏が毎年公表している世界で最もパワフルな女性100でクルースは2005年度に44位、2006年度に38位。 2007年度に59位、2008年度に47位、2009年度に53位と、複数回選ばれている。また、彼女の競争問題に対する厳しい姿勢がかつて、鉄の女と言われた、イギリスのマーガレット・サッチャーを彷彿とさせるため、ニッケル・ネリー、スティーリー・ネリーなどと皮肉られることがある。 2009年に彼女はもう一つ ICT テレコム担当の委員に任命された。また時を同じくして欧州委員会の副委員長にも選出された。2010年には第2次バローゾ委員会でデジタルアジェンダ担当委員に就任し2014年まで在職した。ありがとうございます。